皆さん、こんにちは。マーティーです。今日もこれから、イラストレーターを使って、ロゴマークのレンダリングを進めていこうと思います。今日は第2回目の、配信で、前回は動画見ていただけるとわかるんですけど、マークの、背景の塗りの部分の影部分と、光に当たってる部分のざっくり、全体を、イラストを描いて、今日はちょっとそこにハイライトを入れて、よりリアルに、作っていきたいと思います。そしたら前回の最後に、デスクトップに、データ保存したんですけど、そのデータを今日は開くところから始めたいと思います。で、ここに左側にイラストレーターの画面が出てるんですけど、最近のこのイラストレーターの CC になってから、ここにね、前回使ったデータが出るようになってるんで、ここで開いてもいいんですけど、作業中にね、データをさらに開くときは、この上のファイルからデータを開いていきます。で、このファイルの開く、押してもらって、このね、木のデスクトップに保存しておいた、このビジュチューブロゴ AI のデータを、開きます。これで、昨日制作したデータが出てきました。昨日ね、最後の方に、めっちゃなんだっけ、すごくいいじゃなくて、なんだっけ、いいねって感じで言ってて、今回もいい時はいいねを連発してね、制作進めていこうと思います。1日経って、結構デザインの仕事とかでもそうなんですけど、前日にやった仕事をこう、1日寝かせて、で、改めて見てみると、結構あらが、こう見えてきたりするんで、ミーニョ、だいぶいい。あ、だいぶいいだね。だいぶいい。めっちゃいいまではまだ言ってないんだね。だいぶいい。めっちゃいいになるようにしたいね。だいぶいい。そうだね、昨日、今日見ると結構この、こういうところの造形のつなぎ目が、昨日なんか夜にね、悶々とやってたんで、ちょっと荒いのがわかるんで、ちょっと修正しておきましょう。やっぱね、結構絵をやってる人とか、あとは何だろう、文章を書いてる人とかもそうなのかわかんないですけど、なんか夜にやってると、何ですかね、なんかすごい、あ、すげえいいのできたって、って思って、結構次の日こう朝見ると、なんか微妙じゃんっていうことがね、結構あるんですよね。美術系の大学とかに行ってると、こう制作してて、なんか夜な夜なエナジードリンクとか飲んで、ちょっとねテンション上げて、ハイテンションな音楽とか聴いて、こう制作やってて、わあ、すげえいいのできたって思って、なんか次の日見るとすげえなんか微妙みたいな時がね、結構あるんですよね。なんで、こう仕事の時とかでもやっぱり次の日一日寝かせて、こう落ち着いてみると、あ、結構作業荒いじゃんっていうのが見えてきたりするんで、ミーニョ、だいぶいいですね。ね、だいぶいい感じになってきたよね。ちょっとまだ背景だけなんだけど、全体的に、もう作業としては、この作業を一文字一文字もやっていくっていう感じになるかな。ミーニョ、
冷めた目で次の日見ると汚い。そうなんだよね。そうなんだよね。なんか、テンション上がってるとね、なんかすげえよく見えちゃって、いいじゃん、いいじゃんって思って、なんか次の日ね、ちょっとこう、テンション下がって落ち着いてみると、なんかすげえ汚ねえっていう感じのね、時がちょいちょいあるんですよね。ちょっとある程度、つなぎ目だけちょっと綺麗にしちゃって。もうちょっと昨日綺麗に見えてたんだけどな。なんか、あ、そっかそっか、昨日最後に背景をちょっとあれだね、ずら、綺麗にこうやって描いたんだけど、最後にあの厚み、この暗い影面の厚みがちょっと見えなくなったねって、グラデーションが被って見えなくなったねって言って、ちょっとずらした時にここのね、綺麗に撮ってあったのがずれが発生したんだね、これね。よしよしよし。ではでは、じゃあ、とりあえず今日はここにハイライトを入れていきましょう。ちょっと一回元の画像を見ながら行こうかな。これで、ちょっとあの、昨日ね、このそれぞれの、まあ、3枚で今このイラストができていて、レイヤーで分けてて、影面のレイヤーと、間に、まあ、このグラデーションのレイヤーと、その上にこう、縁が、ぼかしを入れてないきっちりしたレイヤーっていう3枚のレイヤーで今これができてるんですけど、ちょっとある程度作業が済んだので、一度これを、今この矢印ツールの選択ツールで全部選択、ドラッグ&ドロップで全部選択してあげて、一つのレイヤーにね、とりあえずまとめようと思います。全部選択した時点で、このショートカットキーのコマンド C コピーします。で、これ一回消しちゃって、まあレイヤーどれでもいいんで、一つのレイヤーを選んで、で、コマンド V だと貼り付けなんですけど、コマンド F で同じところに、貼り付け。はい。で、これで今、さっきレイヤー、このね、3つに分かれてたんですけど、今1つのレイヤーにこの3枚のイラストが乗りました。で、これでちょっと1回、ロックをかけて、まあちょっと昨日もね、やってたんですけど、このレイヤーを一つにまとめて、ちょっと不透明度、この上にある不透明度を少し薄くして、下のハイライトの、あれ薄くならない、ちょっと待って、レイヤーミーニョハイライト楽しみ、うん、やっていきましょう。全然関係ないですが、朝ごはん何を食べましたか？そうだね。今日はおせんべいとコーヒーです。うん、毎朝コーヒーを入れるのが日課になってて、豆をね、こう、ガリ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 ってこう、豆をひいて、まあ、落として、で、まあ、コーヒーは毎朝飲んでます。で、今日は、うん。なんだ、今日はね、東ティモールっていう国のコーヒー豆飲みました。ちょっと待って、これね。あれ、薄くならないね。レイヤー、あれ？選択して、これあれか、不透明度か。あ、OK、OK、OK。そう、今日はね、その東ティモールのコーヒーを飲みながらおせんべいポリポリ食べました。
そしたら、まあちょっとこう半透明にしたりとか、あとはまあこのレイヤーを消したりつけたりね、この目玉マークのところをね、クリックして、こうレイヤーつけ、表示したり、非表示にしたりして、ちょっとハイライトをこう見ながら入れていきます。ちょっととりあえずこのイラストの通りに入れていこうかな。まあ昨日この光源をね、この左側からこう光が当たってるっていう風に、まあ設定したんで、一応これに沿ってハイライトをじゃあ入れていこうかな。どうに入れていこうかな。まあ書いてもいいんだけど、線でやってってみようかな。ペンツールにしてあげて、ここの、上入る。あ、で、新しいレイヤー。まあ、さっき一つに青面レイヤーまとめたんですけど、さらにその上のレイヤーで作業していこうと思います。このレイヤーのちょっと名前変えとこう。青、ベタ塗り。まあ、青ベタ塗りが今固定レイヤーで、でその上に、ハイライト、ハイライトっていうレイヤー作ってあげて入れていきます。ミーニョ、毎朝お店で食べてるかと思った。あれはね、自宅なんです。はい、自宅で毎朝写真を撮ってます。はい、まあインスタグラムもやってるんで、インスタグラム見てもらうと、まあ、写真が見れるかなと思います。じゃあ、ちょっと早速ハイライト入れていきます。一応、ちょっと線で、ハイライト書いていこうと思うんですけど、今ね、パスで、まあ、ここのところに今、下のイラストにもハイライトが入ってるんで、まあ、このハイライトと同じように、こう、ここに、じゃあ、ハイライト入れようということで線を引いてあげて、で、この線のイラストレーターだと、この上の方のここの、今斜線になっているところ、これは、図形の中内側に塗りを入れてあげるっていうところで、今この斜線が入ってるんで、まあ、塗りがないよと。で、この下の方のこの枠みたいなやつな色になってるのが、これが、罫線の、塗りの色です。で、ハイライトなんで、これを白にします。で、白と黒の場合、まあ、ここにちょっと初期設定って書いてあるんですけど、この白いやつを押してあげると、今これあれですね、この縁が、線が黒の塗りが白っていう風になったんですけど、これ、この上のこの矢印を押してあげると、この線の塗りと、図形の内側の塗りをね、こう反転させることができるんで、線の方を白にしてあげて、この塗りを、斜線でなしにすると。で、そうするとこういう風に、線が描けます。で、まあ、もうちょっとこれね、全体に対してちょっと今ハイライト細すぎるんで、この線を、線幅っていうところが、線の幅っていうところがあるんで、これでちょっとこうね、これをどんどん太くしていくと、こんな感じで線が太く描けます。で、まあ、とりあえずちょっとイラストと同じくらいの太さで描いていこうかなと思います。このくらいかな。今ね、線の太さ8ポイントで何になってます。まあ、とりあえず後でまた調整できるんで。で、これと、あと、今ちょっとこの線のね、この端っこがブツってこう切れてるような線になってるんですけど、まあ、ハイライト、このね、端っこに丸みをつけたいんで、この線のこの端面の処理っていうのを、この、作業ウィンドウのこの線のウィンドウの、この線端っ
でいいのかな、先端かな、うん、この端っこのね処理をこの丸にするのとか、まあ、あとはこのパスに対してちょっと外側に飛び出すのか、パスぴったりで切るのかっていう設定ができるんで、この丸型っていうのを選んであげます。そうするとこのねもともとこうプツって切れてる線が、こういう風に端っこを丸くできるんで、こっちの方がまあイラストに対して馴染むかなと思うんで、これでハイライトちょっと入れていこうと思います。うん、オッケー、こんな感じ。ミーニョ、マジですか？かっこよすぎ。ありがとうございます。そうなんです。まあ、結構コーヒーも、そんなに、やっぱりもともとは、そんなに飲まなかったんですけど、結構なんだろう、フリーランスで仕事を始めてから、コーヒー屋さんの、ブランディングと、あとコーヒー屋さんのロゴマークを作る仕事をやらせていただいて、で、その時にやっぱり結構そのコーヒーのことをね、自分でも、知らないといけないなと思って、結構コーヒーのことを勉強したんですよね。で、まあ今も、そのコーヒーのショップの、ブランディングを継続して、まあ少しずつなんですけど、やってるんで、結構その、お店に新しいコーヒー豆が入ると、毎回、まあ買ってきてね、味を試したりとかして、まあコーヒーをね、いろいろな種類のコーヒーを飲んだり、まああとは東京に行った時なんかは必ず新しくできたコーヒーショップにまあ足を運んで、まあそのお店の内装を見てみたりとか、まああとはその、なんていうのかな、内装の雰囲気とコーヒーの味の関連性とか、結構そういう、なんていうのかな、まああとパッケージのグラフィックとか、そのお店によって結構やっぱりコーヒーの味もいろいろなその味のまあ出し方っていうんですかねがあるんですけど、そのコーヒーの味とまあグラフィックとか空間の関係とかっていうのを結構見るようにしてますね。まあ、群馬県内でも、結構最近いろいろコーヒー屋さんが増えてるんで、まあそのいろんなコーヒー屋さんがある中で、こう、どうにね、個性を出していくかっていうところは、まあもちろん味も大事なんですけど、やっぱりグラフィックとかね、パッケージとか、まあそういうところでそのお店の良さっていうのをまあ伝えていきたいなっていうところはありますよね。で、それでまあやっぱり他のお店とのこうどう差別化していくかっていうところを考えながら、まあグラフィックも考えたりしてますね。ミニョ、ロゴ見ましたよ。あれはどういうコンセプトなんですか？あ、そう。そうだね。なんだろう。今度ちょっとあれかな。その、お店のマスターにちょっと相談して、なんかそのロゴマーク、そのお店のロゴマークのなんか、コンセプト解説、ビデオっていうか、配信でやろうかな。それも。そのお店のロゴマークの、まあデータとかを、なんか、どうやって作ったかとか、なんかそういうのも面白そうだよね。その仕事で作ったマークの、まあなんか裏側みたいなやつ、結構そういうのを多分あんまりみんな見たことないと思うんで。まあちなみに、あのお店のロゴマークは、
まあ、ちょっと今あのね現物見ないとなんともなんですけど、まあ、群馬県に、まあ、上毛三山っていう、まあ、有名な山が、妙義山、春名山、赤城山、山なのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、3つ、妙義、春名、赤城っていう、まあ、3つのね、有名な山が群馬にあって、で、そのコーヒー屋さんが、その春名山の、まあ、ふもとに、まあ、お店があって、で、その、まあ、地域性を出したいっていうことで、その春名山っていう山の形を、まあ、モチーフにして、マークを、まあ、作っています。で、まあ、その春名山っていう山のモチーフと、山のモチーフと、あとね、コーヒーをハンドドリップって言って、手で、やかんでこう、お湯をね、注ぐ入れ方があると思うんだけど、まあ、そのハンドドリップの、入れるときにコーヒーの豆が、まあ、もりもり盛り上がるんだけど、まあ、なんか、一応聞いた話によると、コーヒーマウンテンっていう風に、そのドリップの時に盛り上がった山のことをコーヒーマウンテンって呼ぶらしくて、で、まあいろいろね、そのお店のマスターと話をしていたら、そのコーヒーの山、そのコーヒーマウンテンと、その春名山の山の形っていうのが、まあ、頭っていうか、まあ、リンクして、その、形が。で、しかもさらに、その、コーヒーを入れるときに、まあ、湯気がね、出ると思うんだけど、その湯気と、その、春名山の山の上に、まあ、雲が結構出るんだけど、その山の上に出る雲と、コーヒーマウンテンをかけた形になってます。うん。ここどうなってたっけ、これ。ここはとりあえず一回ハイライト。ミニョ。やはり山か。そうなんです。やはり山なんです。ミニョ、コーヒーマウンテン。そう、コーヒーマウンテンって言うらしい。うん。まあ結構ね、その、やっぱりロゴマークとかをデザインするときは、まあ半分くらいはやっぱりそのクライアントの方と一緒にこう、なんていうのかな、お話を聞いて、まあそれでお話を聞いたときに、やっぱりいろいろイメージが浮かんでくることが多いかな。まあだから基本的に、まあちょっと人によってね、やり方はいろいろあるんで何とも言えないんですけど、自分の場合はなんかこう、何も言われないと作れないタイプですね。なんか、まあ結構その、なんだろう、アート寄りのデザインなのか、デザイン寄りのアートっていうのかな。まあなんか学生の時にも結構いろいろやっぱり考えた時があって、なんかアートっていうのは、なんていうのかな、自己表現。自分のそのやりたいことを表現するっていうふうに捉えると、まあデザインっていうのは、まあ相手がいて、まあクライアントとかその相手がいて、まあその相手のために作る。
ものなんじゃないかっていうことをね、よく、まあ課題とか、まあ今でもね、そういうことを考えるんですけど、まあそう考えると、まあ、あんまりこう、自分の中になんかあんまり自己表現したいものっていうのが、まあ個人的にはね、あんまりないんですかね。なんかこう、自己表現するっていうよりも、誰かのためにこうなんか、ものを作るっていうことの方が自分はまあ好きなのかなっていう気がしますね。よし、とりあえずざっくりハイライト取れました。ちょっと一回これで、塗りをね、もう 100% に戻して見てみます。うん。あ、ちょっと、かわいい感じだね。テカリがいい感じに出てきたけど、まだちょっと、あ、そうだね。ミーニョ、デザインは相手のために作る。なるほど。うん、そうなんだよね。結構多分、まあ、今この、なんだ、ロゴマーク、まあ、ビジューチューブをやってる、まあ、白目さんなんかも、結構その辺は、配信とかでも話してるかな。うん、なんか相手のためにやっぱり、作るのか、自分のために作るのか、まあ、あとは、なんだろうね、社会のために作るのか、個人に向けて作るのかとか、結構やっぱりその、ものを作るときに、誰のために、このなんか制作をやってるのかっていうのは多分結構みんな考えてるんじゃないかな。まあ最初はね、もちろん自分が楽しくて、もう自分のためにどん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 作っていくっていうのが、まあすごくいいことだと思うけど、だんだんある程度やっぱり仕事とか、まああとはね、大学で課題をまあすごく数こなして、まあいろいろ考えてきたりすると、まあそういうところにだんだん考えがまあね、少しずつ向かってくるのかなっていう気はするよね。ミーニョ、白目さん使ってくれるかな？使ってくれるんじゃない？もうちょっと使ってくれるようにもうハイクオリティでね、作ろうね、ちょっとね。毎回番組の最初とか最後にね、これ入れてほしいよね。うん。これが出てきて、はい、ビジュチューブ始まりますみたいな、やってほしいよね。ちょっと、そうだね、今、ハイライト、まあ、とりあえずイラストの、ハイライトを今、なぞってみたんだけど、ちょっとこの、イラストレーターで描いた方の、なんだろう、この外形がちょっと大きくなっちゃってるんで、ハイライトの位置が、ちょっとこのね、上の方は、下に来すぎちゃってるね。で、結構まあ、ハイライトを入れる位置のポイントなんだけど、まあ、カーブが、どうしようかな。ちょっと説明するために。このペンキが、まあ、平面に今塗ってある感じになってて、で、ここからこう、ここまでが例えばこう平面。ちょっとね。線の太さちょっと細くして。ちょっと色も変えようかな。ここからここまでが例えばこう平面になってて、で、ここにこうカーブ、あ、このあたりにこうやって、今意識して、この面の感じを描いてるんだけど、この辺からもこうやって、ここに面が来てて、で、この面がここのね、下の
平らな面に向かってこういう感じでカーブしてる。でここもこういう感じで、まあ、この辺までは平面が来てて、まあ、ここからここは、まあ、こんな感じでね、まあ、カーブしてるっていう風になってて、でそうするとこのカーブが今、この辺から見ると、まあ、カーブの始まりと終わりをこう意識してハイライトを入れていくのがよくって、今この辺からこんな感じで今ね、この平面がここにできてて、ここのあたりからこうカーブが始まってて、で、下の、ここのね、平らな面に向かってこうカーブが落ちていくっていう。で、まあ、ペンキだから、厳密に言うと多分ここがさらになんかちょっと内側に入ってこう、表面張力みたいなね、ちょっと多分こう、内側に入っていくような感じにはなってると思うんだけど、ちょっとその表現はちょっとどうしようかっていうのを後で考えるとして、で、このハイライトを入れるときは、まあ、ここのカーブがある程度こう、この辺で多分この今グラデーションを入れたこのあたりで、まあ、こういう風にカーブが、2段階ぐらいでね、ここにこう1個カーブが入って、で、さらにここで、少しこうカーブが入るっていう、こんな感じの面になって、てると思うんだけど、ここのちょうどこの間のところにハイライトを入れていくとすっきりこう入ると思います。このカーブとカーブの、まあ、この間にハイライトをまあ入れていく。これは大丈夫そうだね。でこの辺もで、ここはちょっとずれちゃってるから、この間にグラデーションのちょうど始まりくらいのところにハイライトをこう意識して入れていく。こんな感じでハイライト入れてあげると、あららら、ちょっと、あ、結構こうね、綺麗にすっきり見えるかな、ここのハイライトのこの入り方が。まあ、こんな感じで、ちょっと全体的に、このカーブの始まりと終わりを意識して、その間にハイライトをこう入れるっていうのをちょっと作業をやっていきます。で、結構この向こう側のところは、ミーニョ、白目さん、白の絵だけど、こんなカラフルでいいのかな？ああ、いいんじゃない？いいんじゃない？ミーニョ、すごい勉強になる。ああ、このあれかな？ハイライトのこう入る位置かな？このカーブの関係とかね。結構なんだろう。自分はもともと専門が工業デザイン系だったんだけど、まあ工業デザインだと結構こうね、造形とかをやるときにこう図面をこうやって三次元的に考えて、まあ引いていくんだけど、まあこういう結構面の考え方とかがしっかりできるようになると、結構イラストも多分こういう風にね、すっきりと違和感なく描けるようになるかな。で、あとはまあこう図面を引くときとか立体を作るときにもやっぱりこういう意識が大事かなって思います。この向こう側の、ハイライトの位置は、まあ、ここでね、こうここの辺からこうなんていうの、だんだんカーブがこうやって厚みが出てこっち側にこう見えてくる感じになるんだけど、これ向こう側にこうカーブがもう見えない感じになっちゃってるから、このハイライトはこの向こう側のこの奥側の場合はすごくこう際に入るかな、このギリギリこの上の際あたり、カーブの始まりがだけがここの境界線で見えてる感じになってるから、このハイライトを上の方に持ってってあげて、で下のハイライトよりちょっと細めに入れてあげた方がリアルかもしれないな。
上のハイライトはこう細めにしてあげて、結構こう際に入れてあげる。もうちょっと細くてもいいかな。細めにしてあげて、際にこう入れてあげると、もうちょっと長くてもいいかな。今ね、この光源がこう左上から来てるんで、結構多分光源が左上にあると、ここにこうピーってこうね、長いハイライトが入ると思うんで、ちょっとこれもうちょっと長くしてみます。これで、こんな感じにして、長めのハイライト、ちょっと難しいね。つるんと、あ、ミーニョ、つるんとした。そうなんだよね。このね、やっぱり、ハイライトが入ると、一気にね、この素材感が出てくるよね。こんな感じでどうかな？こんな感じで、長いハイライト。おお。おう、だいぶいい。うん。だいぶいいよ。ちょっと、この番組のあれかな。口癖、だいぶいいにしようかな。だいぶいいよ。あ、でも、うん、本当に、本当にだいぶいいよね。うん。この際に細めのハイライト入れて、まあ、手前の見えてる方はちょっと太めで、ハイライトを入れてあげるっていう。いいんじゃない？で、これをちょっと入れてあげようか。あ、ちなみに、このスポイトツールは、あの、色を取るときに、まあ、昨日は使ったと思うんですけど、この線を、あの、スポイトで、こうやってやってあげると、この線の種類も、これ、スポイトで同じにすることができます。こうやって、これね。ちょっと太いなって思ってて、でもこっちの細い線と同じ太さにしたいなっていう時に、スポイトツールでこの、まず黒矢印でこの太い方を選択してあげて、スポイトツールで、こっちの線幅とか色合わせたい方をクリックすると、この線の太さも一緒に細くなります。うん、ちょっと待って、逆だね。こっちよりも光源が左上だから、こっち側に強い光が入って、こういうこのちょびはちょっと右上の方がバランスが良さそうだね。ミーニョ、だいぶいい。うん、だいぶ良くなってきたね。これでも今ね、青背景だから。あ、時間がどう？あ、早いね。もうね、もう40分、4、50分も経っちゃった。やばいやばい。やばいやばい。今日も一応予定では1時間くらいでハイライトを完成させようっていう予定だから。よしよし、ちょっとこんな感じで、ハイライトをね、ちょっとどんどんやっていきます。もうちょっと太くてもいいかな。ちょっと太くてもいいかな。で、この辺がちょっと太いすぎるかな。太すぎるかな。7ぐらいにしてあげて。よしよしよし。いいぞいいぞ。このちょっと7ぐらいに。ちょっと作業をペースアップします。このね、さっき言った、このカーブを意識して、このカーブの始まりと終わりを意識して、その間にハイライトを入れていくイメージ。
で、こっちの上の方も、まあ、光源が左からなんで、まあ、長めに細いハイライトを入れていく。ちょっとこの辺は一回消しちゃって、ちょっと上で使ったのをね、ここにコピーしちゃいます。コピーする場合は、これで今クリックして選択、こっちをシフトを押しながら選択すると、両方選択。で、昨日もちょっとやったんですけど、オプションを押しながら、この図形をクリック&ドラッグ。オプションを押しながらクリック&ドラッグしてあげると、これがそのまま、で、離す。クリックを、左クリックを離すと、コピーになります。こんな感じ。で、これを、ちょっとここにカーブ合わせていきます。今視聴者3人こんにちは。誰が見てくれてるんだろう。まあぜひ余裕がある方はコメントいただけると嬉しいです。なんかツイッターの方からの URL から入るとちょっとコメントができないみたいなんですけど、直接 YouTube の方から放送のライブの方に入ってきていただけるとコメントしていただけると思います。で、まあ作業中になんかここどうなってるのとか、なんか質問があったり、あとはまあ何でも雑談でもいいので、何かあればぜひコメントしてください。あ、松本さん、ハロー。あ、おはようございます。ありがとうございます。第1回目に引き続きありがとうございます。今日はハイライトを入れる作業をやっています。ちょっと、これはね、ちょっと同じようなハイライトすぎて、ちょっと嘘っぽいな。どうしよう。ちょっと一回、どうしようかな。松本さん、ハイライトバッチリですね。ありがとうございます。ちょっとね、個人的にあんまりちょっと、こういう、最近ロゴマークとかも、結構なんていうのかな、古っぽいロゴマークっていうか、二次元的なマークを作ることが多くて、あんまり最近こういう三次元的なレンダリングとかをあまりやってないんで、ちょっとね、ちょっと心配というか、うまくできるかっていう、ちょっと不安要素はあったんですけど、まあまあいい感じにできてきましたね。なんだろう。なんだろう。ちょっと
な。まあ、ハイライトに、太さにちょっと違いがあった方が、リアル感が出るかな。まあ、光源がこうだから、この辺にもちょろっと入れとこうか。松本さん、立体感のあるロゴは作ったことないな。今度やってみよう。そうですね。何ですかね。結構最近グラフィックも多分流行りとかがあるんですかね。結構まあ、さっき言ってたコーヒーショップとかもそうなんですけど、意外と古っぽい感じのテイストのが最近流行りですかね。グラフィックでも結構みんなこう三次元的なね、まあ、車のメーカーのマークとかみんなそうなんですけど、もともとこうねリアル系で作ってたやつを結構どこのメーカーも今二次元的にペタってしたマークにリデザインしてしてるところが多いですよね。ね、なんでか分かんないですけど、まああとは結構その毎回のクライアントの方とかともお話しするんですけど、立体的なロゴを作ると結構汎用性が低くて、例えば看板にする時とかに、まあ、よく会社とかの看板で切り文字ですかね、文字を一文字ずつこう切り抜いて裏側から関節こう入れるみたいな看板とか、ああいう系の看板を例えば作るときに、なんか立体的なこうロゴマークとかだとね、ああいう看板がまあ例えば作れなかったりとかするんですよね。で、あとはまあステッカーにしたいとかっていう時とかにも、まあ、どうしてもこう三次元的なロゴマークになっちゃうと、もう印刷をかけるしかねないっていうので、もう印刷シールとかになっちゃうんですけど、まあ二次元的に作っておけばプロッターとかで切り出して、まあ車とかパソコンに貼るようなまあシンプルなカッティングシートのまあシールが作れたりとか、やっぱりそういう汎用性を考えてなんですかね。まあ、結構でもこういう立体的なマークもね、可愛い感じが、可愛いですよね、雰囲気が。こんな感じでね。これちょっとあれかな、さっきもこう見てもらったんですけど、まあ、奥からこうねカーブが手前に少しずつこう広がってくる感じなんで、ちょっとハイライト奥を細めにして、ちょっと手前に向かって太くしてみますか。感じでやるとよりリアルになるかな。よし、こんな感じでどうかな。まあ、あとはやっぱり結構今こう感覚で
ハイライトこう入れちゃってるんですけど、やっぱり、まあ、あの、なんですかね、美術系の大学とか、まあ、あの、まあ、専門学校とか、結構やっぱり行くと、まあ、鉛筆デッサンを、まあ、すごくやると思うんですけど、やっぱり、まあ、今思うと、その、やっぱりデッサンをやるときに、こう、まあ、例えば生物デッサン、あの、静かなものの方ですね。生き物じゃなくて、生物デッサンとかで、こう、ものの、あの、例えばプラスチックとか金属とかを、まあ、デッサンで描くときに、こう、やっぱり素材感の違いを出すときに、こう、ハイライトをやっぱり入れるかどうかっていうのが結構、その、素材感の違いが出せるんで、まあ、そのね、デッサンでこう、やっぱり、ものを見る目みたいのをやっぱり鍛えておくと、まあ、こう、イラストを描くときにも、まあ、それっぽさがこうやって出せる感じはしますね。結構、あ、今この、ちょっとこう、グラデーションが、ここちょっとあんまり、かけちゃうとこの外側にグラデーションが出ちゃうんで、ちょっとここきっちりこういう風にあの面が出ちゃってるんですけど、ちょうどこれがまあカーブの始まりっていう風に捉えてあげれば、これね、このハイライトでちょっとこう隠しちゃってあげると、まあこのね、ちょっとアラも隠せるし、隠せるし、まあちゃんとこの立体としても、まあ、形が成り立つようになるんで、この位置にハイライトを持ってきます。ちょっとこの辺は、これ今ここ、もうちょっと上の方かな。ちょっとこれあれだね。グラデーションを少しずらそうかな。ちょっとこのこれロックしちゃってグラデーションを少し出します。このくらいかな。ちょっとこっちももうちょっとギリギリまで。おちょっと待って。作業にラグがあるね。ちょっとクリックしすぎたね。これ、まあ、昨日もあの SVG フィルターっていうのをかけてちょっと重くなってたんですけど、これもあのグラデーションかけて若干遅くなってますね、作業が。ミニョ。立体的なマーク、かわいいですよね。うん、ね、かわいいですよね、これね。まあ、かわいいですよねっていうか、まあ、そうね、ミニョが原案考えてくれたんで、すごくこう、このカラフルな、この色のセンスがね、ミニョ、すごくいいですよね。開けたら白目さんのアトリエで先週あのシルクスクリーンっていうあの布とかにまあインクで印刷するっていうやつをまあやった時にね、まあ、ミーニョとまあ初めてあの会ったんですけど、まあその印刷する時のやっぱり色の作り方とか結構やっぱりそのまま使わないで調色するっていうのがね、調色してすごくあの、なんていうんですか、パステルトーンみたいな色とかすごいセンスがいいなって思いました。今回のこの原案もね、あの、最初これ青いペンキに
まあ、文字が全部赤だったんですけど、あのちょっとリクエストして、あの、まあ、ミニョらしいこうカラフルな感じにしてって言って、あのこういう風に色を塗ってもらいました。あっという間に1時間経ってしまった。1時間経ってしまった。ちょっともうペースアップしないと。今日も1時間半くらいで終わりにしようと思うんで、ちょっと頑張ってなんとかあと30分くらいでハイライトを終わらせたいと思います。ここもちょっとグラデーションがうまくかかってないね。ちょっとここもグラデーションを直します。ミーニョ、ありがとうございます。パステルカラー大好きです。うん、そう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 。パステルカラーがすごく使い方がうまいんだよね。なかなかね、自分はその色の使い方が昔からっていうか、まあ学生の頃からあんまり得意じゃなくて、結構あの、なんだろう、大学の入試とかで、まあ大学によっては、あの色彩構成って言って、あの自分でなんかこう色をね、綺麗に選んで、で、それを、あのモチーフを出されて、それを、なんていうの、あの、自分で構成して、で、その構成したものに、あの、綺麗にこう配色して、あの、着色していくっていう課題があるんですけど、まあ、そのね、着色がすごい苦手で。で、まあ、そういうのもあって、まあ、ちょっと今はね、あの、大学の課題変わっちゃったんですけど、当時は、あの、自分が行ってた、その工業系の製品のデザインの学部は、あんまりその着色に対して課題があんまり比重がなかったんで、まあだから、あれかな、大学に入れたのかな。で、まあ結構まあ造形とかそういうのは、まあまあ得意かなって思ってたんですけど、本当に色が昔から苦手で、まあただ最近になって、まあ結構その今まああの自分でフリーランスでデザインやってるんですけど、まあフリーランスでやるようになってから、やっぱり結構あの色を意識しないといけない場面が多くなって、で結構その色を意識するようになってから、まあ今日ちょっとあの黒い服着てるんですけど、まあ下のシャツはこうちょっとね色のあるシャツ着てるんですけど、まあ結構昔っていうか学生の頃はあの真っ黒の服ばっか着てて、本当にあのズボンもパンツも黒、シャツも黒みたいな、もう黒ずくめな感じだったんですけど、最近は、あの、カラフルな服を着るのを結構、あの、心がけているというか、まあなんか、色があった方が、なんだろう、気持ちも明るくなるというか、まあ昔はなんか、あれですかね、尖ってたんですかね。うん。結構そういう感じだったんですけど、結構その服とかをカラフルな服を着るようになったりとか、あと自分の持ち物もあの色があるものをこう結構買うように心がけて、まあカラフルなものを買って身につけるようになってから、ちょっと色を使うのがまあ得意じゃないですけど、ちょっと良くなったかなっていう。松本さん、僕も、色彩苦手です。うん、そうなんですよね。結構あの工業系のデザインだと、
まああんまりカラフルな製品っていうのがなくて、まあ、単色で一色だけとか、まあそういう感じのものが多いんで、あんまりその色の組み合わせをカラフルに作るっていうことがあんまりあれですかね、シチュエーションとして少ないんですかね。結構やっぱりグラフィックをやるようになると、チラシの中でその色の組み合わせをどうしようとか、まあ、全体的なその色の使い方の、まあ、バランスっていうのを考えるシーンが結構やっぱり多くなって、で、あとはやっぱり、なんだろう、大学の課題とか学生の時って、あんまりその工業系のデザインって形の方にやっぱフォーカスされることが多くて、まあ、なんか色を決める時間がちょっとないがしろになってたっていうか、まあ、一応その色彩の授業はあったんですけど、なんかその色に対してあんまり時間をかける暇がなかったっていうのが、まああったのかなって今になると思うんですけど、結構フリーランスになってそのグラフィックを始めると、まあ、色を決めるのにもこう意味を込めるっていうことをやるようになってから、結構色がこう、なんていうのかな、ビシッて決まるようになった感じはありますね。まあ、結構そのさっきちょっと話してたんですけど、コーヒー屋さんのロゴマークとかも、色を決めるときに、結構その、まあ、例えばその山をモチーフにしてるロゴマークなんですけど、その山のその季節による色の変化とかを観察して、でその季節ごとの山のまあグリーンの色、緑の感じだったりとか、あとはそのなんだろう、山がこう影になって見える時の紺色の感じとか、その色を選ぶ時にも結構そういうなんていうんですかね、まあ、モチーフを観察してその色を決めるっていうことを始めてから、結構その色に対してしっくりくるようにはなりましたね。なんか学生の時ってどうにやってたかっていうのはあんまり本当に覚えてないですよね。なんか物を作って、なんかわかんないですけど、水みたいなイメージだから青とか、なんかちょっとそのなんていうんですかね、色に対するその考え方が、多分思考が浅かったから、なんかしっくりこなかったのかなっていう感じがありますね。結構一貫性を持って、その今だったらそのマークの造形に対してモチーフの色をやっぱり使ったりすると、すごくしっくりくる感じがありますね。ミーニョ、男性って色彩苦手な方が多いのかな。ねえ、やっぱり女性の方の方が、まああれかな、ファッションとかにやっぱり気を使うとか、やっぱりあれかな、化粧品とか普段やっぱり自分が購入するものに色がすごく多いっていうのはあるのかな。結構男性ものの服とかだと無彩色が多くて、黒とか白とかグレーとか、あんまりね、最近やっぱりカラフルな服を着るようになってから、まあその、まあ、なんていうか、いい意味で変な色の服とかを結構探して、服を買ってるんですけど、なかなかその、あ、いいなって思って、タグを見ると、結構レディースとかのものが、多くて、靴とかもね、結構派手な色の靴をが好きで最近履いてるんですけど、みんなやっぱりどの靴も、あ、この色すごくいいって思ってみると、あれ女性ものじゃんっていう、なんか最近そういうことがまあ多くなりましたね。その色のあるものを結構身につけるようになってから。そういう意味で考えると、やっぱり女性の方が普段その色に触れる機会が多いのかな。
男性ものの方はやっぱりそういう無彩色が多いから、結局その選択肢に色が少ないから、まあ、普段生活で色に触れる機会が少ないのかな、男性の方が。なんかそう考えると、まあ、なんか傾向としてはなんか必然的に男性の方がその色の使い方が苦手になるっていうのはなんかありそうな気がする。ミーニョ、服の色の、服の色選び楽しいです。そうだよね、そうだよね。男性が服を買いに行くとね、全然色がなくて、うん、太さを変えて、松本さん、工業系のデザイナーは苦手な人が多いよね。ああ、そうなんですね、やっぱりね。松本さん、働き出してから色彩について意識するようになりました。いや、本当そうなんですよね。自分も本当に働き出してから意識するようになりましたね。で、あとは、会社で働いてた時は、車関係の、会社で、働いてたんですけど、なんか車の色とかも、一応、カラーデザイナーさんっていうのと、その造形を考えるデザイナーさんっていうのが分かれてて、で、その造形をやる方のデザインの人だと、あんまり、普段色についてはそこまで深く考えないのかな。うん。結構なんか車の色ってやっぱり単色で一色なんで、あんまりその組み合わせとかっていうのが、今まではあんまりなかったんで、そういう意味でも、あれですよね。工業系のデザイナーの人は、単色でバチって感じの色がやっぱり好きな人が多いイメージですけど、最近は結構やっぱり車の自動車メーカーとかでもやっぱり女性のデザイナーさんをどんどん増やして、そのカラーデザイナーの方にやっぱり女性のデザイナーさんが増えてきたんで、そういうのをやっぱりメーカー側が意識するようになってから、結構ツートンの車が屋根と屋根とボディのサイドのカラーの色がね、違う車がどんどん出てきたりとか、そういう傾向はあるんですかね。結構女性が色の提案とかすると、やっぱりその普段の着てる服と合うような車の色を提案したりとか、あとは普段の自分の生活の中で、なんていうんですかね、生活の中でそのファッション的にこう色を合わせるっていうコンセプトで車の色とかも結構決めるようになってきてるんで、最近の車はすごくパチッとしたなんか赤とか黄色とかっていう、昔からの車好きの人が好きな色も、もちろんあるんですけど、それよりもやっぱり女性的なそのハーフトーンみたいな、パステルカラーとか、そういう色の車がすごく増えてきていいですよね。街の景観にも馴染むし、普段の生活でも、かっこいいだけじゃなくて、やっぱり生活に馴染むような素敵な色の車が増えた気がしますね。ミーニョ、感覚でしか色を使ってなかった。いや、すごくね、それはいいことだと思います。感覚でそういう色使いができるっていうのはね、すごく羨ましいですね。うん。それで感覚がもうすでにあるんで、少しこれから色について学んでいくと、もっと多分色についてすごくこうね、表現の幅が広がっていくんじゃないかなって思いますね。松本さん、通勤電車とか乗ってるとみんな真っ黒よね。そうですよね。スーツとか着てるともうみんな真っ黒で、本当に色がないですよね。
結構なんか、まあ、前の会社に勤めてた時に静岡に住んでて、まあ、名古屋によく、名古屋とか、まあ、大阪もね、結構遊びに行ったりしてたんですけど、名古屋ってすごく、色が派手でいいですよね。まあ、なんか女性のメイクがなんか、名古屋は濃いとかって、一般的には、まあ、よく聞きますけど、やっぱりデパートとかに行くと、東京のデパートってやっぱり無彩色で、やっぱり黒とか白とか、まあ、そういう落ち着いた色が多いイメージなんですけど、名古屋のデパートはね、なんか蛍光黄色とか、蛍光オレンジとか、すごくその色が鮮やかな商品がいっぱい売ってて、まあ自分も結構色の組み合わせでは、まあ白に蛍光黄色とか、結構好きなんで、本当に名古屋に遊びに行った時は、まあ関東とのね、その違いに結構、まあ、衝撃を受けましたよね。すごい色が、デパートの、その売ってるものの色が派手でいいなーって思って、うん、本当に、まあ、特に名古屋の栄、まあ、名古屋の名古屋駅の方のデパートは、まあ、ちょっと東京寄りの雰囲気で落ち着いてるんですけど、まあ、栄とかね、難波とか、のあたりのデパート街とか行くとすごく色鮮やかで本当に好きですね、名古屋の街の雰囲気は。松本さん、車だと色によって造形の印象が変わるよね。そうですね。結構やっぱり黒い車だと造形が潰れて見えちゃうんで、あんまりこう形がね、まあ結構締まってかっこよく見えるんですけど、形が潰れて見えちゃうんで、まあ造形にこだわった車だと、ちょっと黒い車だと、あんまりこう、形が見えなくなっちゃうので、少しね、形にこだわってる車は、まあ明るめの色で、の車に乗ってもらった方が、まあデザイナー側としては嬉しいかもしれないですね。松本さん、ミーニョ。確かに、車みんな同じ色、もっと派手な色とか出てほしい。そうですね。まあ、乗る側もね、結構まあ、乗る側の人にもよると思うんですけど、まあ、白黒が多いですよね。まあ、あとは、結構その、やっぱり、中古車市場の話になっちゃうんですけど、派手な色の車って、なんか中古になると一気に値段が下がっちゃうんですよね。不人気車種って言って、なんか同じ車でも、なんか例えば白い車だったら100万円で中古で取ってもらえるのに、なんかすごい鮮やかな黄色とかになっちゃうと、なんか80万とか70万とか、結構その中古になると派手な色が、まあ、売れにくいっていうので、中古の価格も下がっちゃうっていうので、まあ、そういうのもあって、結構やっぱり無難な色を選ぶ人っていうのは多いですね。松本さん、CMF 部門があるのは車ならではですね。そうですね。カラー部門とやっぱり造形が分かれてるっていうのは、工業デザインでも、まあ、車はならではかもしれないですね。松本さん、ニュアンスのある色が使いこなせるといいよね。そうなんですよね。まあ、ミーニョはね、それがすごくうまいと思いますね。そのニュアンスのある色っていうのの使い方がうまいと思います。名古屋行ったことない。派手なんだ。そうなんです。ちょっとね、ぜひね、栄のデパート街遊びに行ってほしいですね。小さいセレクトショップとかもすごくたくさんあって、あまりこう、市場に出回ってない商品とか、扱ってるお店とか、本当にね、いいものが置いてあるんですよね。スニーカーとか、ファッション好きな方は本当におすすめですね。ミーニョ、高校のおじいちゃん先生、パステルな水色のスーツ着てた。マジか。おしゃれですね。マジか。ミーニョ、ニュアンスのある色とは。ニュアンスのある色とは。
ニュアンスのある色とは、なんだろう、パステルカラーというか、なんていうのかな。まあ、結構、そうだね、この T シャツもニュアンスのある色な気がする。なんかちょっとこう、なんていうの、エメラルドグリーンみたいな色の T シャツなんだけど。はい、ちょっとトークメインになっちゃったんですけど、ちょっと目にゴミが入っちゃった。一応これでハイライトを大体入りました。いい位置に。どうでしょう。まあまあ、こう、テカリ具合がいい感じに出てきたかな？出てきたかな？そうだね。あとはこれあれかな、なんだ、ペンキのインクだから、ちょっとこのハイライトを半透明にしてあげるとリアルになるかもしれないな。ちょっと半透明にしてみようかな。ドラッグで全部選択してあげて、ちょっとこの不透明度を落としてみます。まあ薄くするとこう見えなくなっちゃうんで、どうしようかな。ちょっと 95% ぐらい。95% ぐらいにするとこの白が馴染むかな。一応 100% だとまあこんな感じで白がくっきり出るんだけど、ちょっとこうね、薄くしてあげると下の青がこう透けて見えるんで、馴染むかなと思います。まあ完全なイラストっていうよりはちょっとこう馴染む感じになるかな。 90% だとこんな感じ。95%。95% くらいかな。90% でちょっと一回見てみようかな。90% くらいでもいい感じに馴染んでますね。まあ、あとは、例えばこの細いハイライトの方が、こう、光源が左上からなんで、細いやつは、例えばちょっとあれかな、明るめのハイライトにピッと入れてあげて、一応ちょっとこの細い方じゃ 95% ぐらいにしてあげて、で、この下側のハイライトっていうのは、まあ、光源から比べると若干こう影面に入る方なんで、今90%。少しこのね、左上のハイライトより、透明度 5% 透明にしてあげるとちょっと暗めになるかなっていう感じ。どうですかね。まあ、光源の感じ的に、まあ、太陽っていうよりはね、蛍光灯って感じですけどね。教室とかのね、蛍光灯がこうある感じの、まあ、ハイライトの入り方ですけど。松本さん、ちょっと混色した色とかですかね。そうですね。そのままこう、ニュアンスのある色。パチッとしたその、もともとあるチューブから出したそのままの色っていうよりは、まあね、自分で調色して、まあその自分の出したい色っていうのを、作ってる色がニュアンスのある色ですかね。ミーニョ、いい感じ。ね、だいぶいい感じになってね。だいぶいいだね。だいぶいい。だいぶいい、だいぶいい。よしよし。松本さん、芸が細かい。ディテール大事。そうですね。このね、結構ちょっとしたこの、
ただ真っ白だと、まあ、結構イラスト感が、まあ、もちろんイラストなんですけど、まあ、イラスト感が出すぎず、ちょっとね、ペンキのリアル系を出したいんで、若干こうね、不透明度で透かしてあげると、まあ、このね、ちょっと透明感っていうかね、あの、みずみずしさというか、がちょっと出るかなっていう気がしますね。で、このね、ハイライトの強い方と、まあ、影面の、ちょっと不透明度をまあ変えてあげて、まあ、影面と、この明るい面のまあハイライトを少しこう白の濃さを変えてあげるっていうので、うん、結構いい感じですね、本当に。よかった。うん、ちょっと書いてみないと自分でもわかんないんで。うん、よかったです。ミーニョ、ぷっくり。ミーニョ、線画に色をつけるときが一番楽しい。おお、そうかそうか。自分はあんまりね、ちょっと、着色が苦手なんで、まあ、どっちかっていうと、着色よりも線画を描く方が、うん、好きなんですけどね。あ、ちょっと待って、保存するのをね、忘れてたよ。危ない。コマンド S ね。コマンド S です、皆さん。5分に1回コマンド S。もう1時間半ぐらいコマンド S してないけどね。はい、コマンド S します。やばいやばい。ちょっと今度パソコンに画面に貼っとこうかな。うん。5分に1回コマンド S。うん、大事だからね。OK, OK. まあ、12時半くらいになったので、一応今日はこんな感じで、まあ、これでね、ほぼ、この背景の塗りの面は完成かな。まあ、ちょっとグラデーションをつけてあげて、ちょっとそこまでやってみて今日は終わりにしようかな。この、ベタ塗り面、ちょっと試しにこのベタ塗り面、ロックしてある。試しにちょっとベタ塗り面を、グラデーションをちょっとつけてみて、今日は終わりにしたいと思います。まあ、ちょっとうまくいかなかったらこのままでも全然いいんですけど、今これ、上が単色で塗られてるんですけど、このグラデーションツールっていうのが、ここにあるんで、これをちょっと押してもらって、で、今、この、こう、斜めにこうやってペンキが、こうガシャガシャガシャってこういう風に、まあ垂れてるというか塗られてる感じなんで、グラデーションをこの方向にこう合わせて、グラデーションをかけていきたいと思います。よいしょ。あれ？あ、なんか、ちょっと待って。ちょいちょいちょい、あ、これごめんごめん。ここの塗りを、ここのグラデーションを押して、あ、OK。こんな感じで今、グラデーションツールが出てきまして、で、このグラデーションの、角度をこの塗りに合わせて、ちょっとこれを、あれ、こうか。これでこうやってね、こんな感じ。こんな感じで、よいしょと、グラデーション。で、まあ、光源が今左上なんで、ちょっとこの左上の光源にうまく合わせて、グラデーションをかけたい。こんな感じかな。この辺かな。よいしょ。あ、この辺かな。こんな感じかな。うん、こんな感じで、まあこうね、横に塗られた感じで、ここの、今、このあたりに強いハイライトが入ってるのと、あとちょっとここにも、明るめの色、ハイライトを入れたいんで、グラデーションが今、このね、このバーをいじるとこうやってグラデーションの幅がこういう風にいじれるんですけど、この間にもね、こう色を入れてあげると、こういう感じで、
あのグラデーションをね、こう分けて入れることができるんで、まあこういう感じにして、ちょっとここの、ここにもハイライトを入れつつ、ここにもハイライトを入れて、他は、まあこのね、ベタ塗り面みたいな感じでハイライトをちょっと入れていきます。それで色がね、ちょっとどうしようかな、これ。色が、スポイトで青を取りたいんだけど、これで取れるかな、これ。あれ。ちょっとこれ一回どかしちゃって、スポイトで取って、で、コマンド Z で戻す。戻す。あ、ダメじゃん。ちょっと待って。どうしようかな。カラーチップ作っとこうか。ちょっとこれをロックしちゃって。よいしょ。あれ、あ。おお、ちょっと待って。これ選択して。よし、スポイト。あ、一回グラデーションをこれやめなきゃいけないんだ。グラデーションやめて、単色にして、これでスポイトで取る。あれ。あ、こっから取っちゃえばいいか。あ、すいません。こっから取っちゃいます。色。これで、えい。あ、OK、取れた。あ、待って待って待って。ちょっと、あんまりグラデーション普段使わないから、いかんですね。ちょっと待ってね。これ今、グラデーションになっちゃったかな。あ、大丈夫。そしたら、これあれか、レイヤーをちょっと分けちゃうかな。レイヤーを分けてあげて、ロックして。よいしょ、ここで。よいしょ。あれ。あ、まあまあまあ、ちょっと待って、これパスがこの、ああ、いかんね。消す。よし、こんな感じにしといて。で、ちょっとカラーチップを作って。よし、カラーチップ作って。で、せっかくだからちょっとこの隣に、濃い方のカラーチップもちょっと一応作っとこう。よし、準備完了。で、そしたら、これをちょっと一回レイヤーをなくして、ちょっとベタ塗り目にもう一回戻します。よいしょ。そしたら、じゃあ、グラデーションをね、ミーニョ、グラデーションにすると水銀みたい。そうだね。白黒で今作ってるところ完全に水銀みたいな感じになってるよね。これをね、今、ここで色を取ったんで、このグラデーションツールの方の、スポイトでこの色をね、取ります。よいしょ。で、このちょっと濃い方の黒い方を選択してあげて、これもスポイトツールでこのちょっと濃い方の色を取ります。で、この明るい面の方も、このね、この明るい青の方でスポイトで取ります。で、この今グレーの方のやつをちょっと濃い方の青で取ります。あれ、ちょっと待って。濃い方の青でスポイトで取ると。よし。こんな感じに今なってまして、これをちょっと、グレーが濃すぎるから、そうだね。このグレー、今ちょっと濃い青になってるところが今までの青くらいがいいかな。濃い青になってるところ
今までの青。あ、おっと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 、ちょっと待って、ちょっと待って、画面が。はい、すいません。これで、もう一回、はい、この濃いくなってるところをノーマルの青。あれ？いかんな。ちょ。これで、あ、スポイトをして、青。はい。で、もう一回この濃い方を、スポイトを押して、青。スポイトを押して、あれ、うん、なんかおかしい、ちょっと待って、選択、グラデーションのここをカスタマイズを押して、スポイトを押して、あ、なんだなんだおかしいぞ、なんだおかしいぞん、どうなってるこれ、何これ、あ、ここにもう一個黒が隠れてた。これ捨てちゃいます。ゴミ箱。あ、OK。自然になった。これでどうしようかな。ちょっとこの間、この間くらいのところでクリックすると、この間の色取れるんで、ちょっとこの濃すぎるんで、このもうちょっと明るい方でクリック。で、この濃い方をゴミ箱。うん、こんな感じで、ちょっと今そうすると微妙にここ濃い面ができて、こっちが今同じブルーになってるんで、もうちょっとだけ明るくしたいなっていう時は、この今あるブルーとこの濃くしてあるブルーのもうちょっと明るい寄りのところでクリックしてあげると、この間の色が拾えると。で、これをもう一回ちょっと濃い方をゴミ箱。うん。そうすると、この微妙に今ちょっと濃い青が入って、ちょっと影面っぽくなったかな。平面の中でもちょっと濃いところ。で、この色をそのまま増やしたいんで、オプションでいけたと思うんだよね。うん。この同じ色の上でオプションを押して、このままスライドさせていくと、こんな感じで今、これとちょっと濃いのと同じ色のやつを今コピーしてここに持ってこれたので、この同じ色のちょっといらないんで、これ選択してゴミ箱で、あとはまあ、さっき言ってたように、ここの、上面に来てるところに明るいグラデーションの面作りたいんで、ちょっとこのダイヤルをねずらしながら、調整していきます。こんな感じかな。で、あとは、まあ、この詰めていくと、ちょっと微妙な変化で分かりにくいと思うんですけど、このグラデーションの変化を近づけるほど、このね、急激に、このグラデーションの変化が出せて、この幅がこう広くなるほど、まあ、緩やかにこうグラデーションがかかるっていう風になってるのと、あとこの、まあ、ちょっとダイヤ型の電車のなんかパンタグラフみたいなね、このやつがいるんですけど、こいつの位置ずらしてあげると、この濃い青の面をの切り替わりのところですね、グラデーションの中心がこれ、このポイントになってるんで、まあ、これをこうこっち側までこうずらしていくと、まあ、濃い面がちょっと少なくなって、青い面をこう大きめにできます。で、まあ、このね、グラデーションをこういう風に詰めたりとか、まあ、幅をちょっとこう出してあげて、
上げたりとかっていうのもできるんで、まあ、これを使って、うまくちょっとこのハイライトのところをね、作っていきます。で、もうちょっと、この、ここのね、一番左上のところを明るくしたいなって思うんで、これ、ダブルクリックしてあげると、こう、色をね、作れるんで、これで少しちょっと調色して、ちょっと明るくしてあげます。ああ、いい、うん。いいじゃん、いいじゃん。この、ちょっと明るくなると、こうね、ハイライト入ってる感が出ますね。こんなもんかな。ちょっとこのくらいで、とりあえず。このくらいにしといて、ちょっとここ、そうすると、上ここ明るくすると、ちょっとここが、うん、濃いかな。まあでも、ちょっとだけ薄くします。ちょっとだけ薄く。まあこれちょっと YouTube 側の配信画面だと誤差がわかりにくいかな。一応微妙に調整して、ここもちょっと明るくしてあげようかな。ちょっとだけ明るくしてあげて、うん。OK。で、これをちょっと、ハイライト詰めてあげて、ここが少しまだ、このちょっと切り替わりが結構ちょっと気になるんで、もうちょっとだけ明るくします。よし。で、ここのあたりまでちょっと暗くしたいんで、このダイヤルを少し左。よし、こんな感じかな。で、ちょっとこいつもずらしつつ。うん。そうすると今ちょっとこの辺に明るい面がちょっと入って、この辺暗くなりまして、で、ちょっとこの辺に明るい面が入りつつ、この辺が、暗くなる。っていう感じになったかな。こんな感じで。どうかな。だいぶいいんじゃない？うん。松本さん。グラデーションツールにスポイト機能あるんだ。知らなかった。勉強になります。そうなんです。グラデーションツールはね、これスポイト使うとすごく効率がいいので、すごくはかどると思います。作業が。ミーニョ。苦戦中。うん。結構ね、やっぱり、この辺の、ちょっとしたね、さっきのその前にコマンド S をちょっとさせてください。コマンド S。はい。この、ちょっとしたこの、色の違いなんですけど、まあ、単色で塗るより、本当にね、この本当にちょっとした違いなんですけど、このペンキのね、なんかちょっと透明感というか、まあ、ハイライトを入れてさらに透明感出たんですけど、このグラデーションを少し入れることで、なんかこうペンキのなんか透ける感みたいなね、ちょっとこう乾く前の透けてる感じがこのグラデーションですごく出たかなと思います。ちょっとした作業なんですけどね。で、まあ、あと、ちょっとあれですね。この色の、この下のグラデーションがちょっとこう、色の違いが出ちゃったんで、このグラデーション自体を多分下の、この塗り面にスポイトで反映できると思うんで、ちょっとそれもやってみますか。これ選択して、今単色になってるんですけど、このままこのスポイトツールで、この上の面を、スポイトで撮ると、この下も同じグラデーションになると思います。うん、なりましたね。うん、そうすると、この下のグラデーションも大体同じような塗りになったので、まあさっきよりは際が目立たなくなったかな。
まあ、ちょっと後でこの下のグラデーションもまあ色を合わせればもうちょっとこうピチッとくると思うんで、ちょっと後で調整しとこうと思います。うん、こんな感じですね。松本さん、オプションでコピーできる、知らないことだらけだ、毎日グラで使ってるのに。そうなんです。あのこのね、この図形もオプションでコピーできるんですけど、結構イラストレーターの中の操作画面でオプションでコピーできるものが結構多いので、いろいろ多分いじってみると、あ、これもオプションコピーでいけるんだっていう効率上げられると思うんで、はい、このグラデーションもね、オプションコピー結構使えます。ミーニョ、リアルになってきたね。だいぶね、だいぶリアルになってきたよね。うん、松本さん、いい感じ。ミーニョ、めっちゃいいです、ありがとう。めっちゃいいよね。うん、そうだね。まあこんな感じで背景はこれで終わりですかね。まあちょっと細かい爪とかはまたちょっと作業が進んできたらまたやっていきたいと思います。一応ね、この背景の、画像の今この青い下のベタ塗り面だけ一応これで完成ということで、そうすると次回は、まあ、この文字をね、今このベタ塗りレイヤーを分けて、作業をやって、この青い面だけがこういうふうに書けた状態になってるんですけど、この上に、まあ、さらにこの新しいレイヤーを作って文字を、まあ、1文字ずつこの上に、書いていくっていうふうに作業を進めていきます。で、ちょっと、うん、そうだね。2回で今、まあ、結構このね、雑談しながらのんびりやってて、3時間ぐらいで今背景できたんで、そうですね。できれば、2文字、1回の配信に2文字ずついけば、あと3回、あと3回の配信ぐらいでちょっと頑張って完成させたいですね。うん、松本さん、いい感じ、ありがとうございます。ミーニョ、めちゃめちゃいいです、ドロドロ感、お好み焼きソースみたいそうだね、さすが大阪のね人は、お好み焼きソースね。ああ、まあね。ちょっと、うん、このペンキがお好み焼きにかかるのをちょっと想像しちゃって、今ちょっと、うん。はい、すいません。ミーニョ、ちょっとこぼれたインクは後でやるのかな。そうですね。ちょっとこぼれたペンキはちょっと後でやります。うん。ちょっとどうしようかな。トークしながら、うん、あとでちょっと作業をやっとこうかな。このちょっとこぼれたペンキは、まあ、配信じゃなくてちょっとこの後やっちゃおうかな。うん、でまあ次回からは文字から、いこうと思います。今配信視聴者が3人、ありがとうございます。一応今日はこんな感じで、まあ、青ベタ塗り面の背景、完成ということで、放送を今日は終わりにしたいと思います。じゃあ次回、ちょっと次回はいつやるかはちょっとわかんないですけど、明日かな。それかまあ今日の夜やるかはちょっとわかんないですけど、またちょっとツイッターで
配信時間お伝えしようと思うので、皆さんぜひよろしくお願いします。ミニョ、美術の先生に絵の具使うときお好みソースみたいな感じにやったらいいって言われました。さすが、すごい、すごい関西の学校はさすがだな。それは言われたことないな。確かにね、お好み焼きのソースをこう、お好み焼きになんかこう均一に塗っていく感じっていうのが、あの色を塗るときの均一に絵の具を塗る感じと確かになんか近いのかもしれないな。面白いね。うん。ではでは、今日はこんな感じで、配信終わりにしたいと思います。まあ、もしよろしければ、チャンネル登録もよろしくお願いします。